めっちゃ曲がりましたね。はい、物が1個できるまで結構工程がすごいですよね。継ぎ目がわからないぐらい全く分からないです、ね。はい、R 型のフェンダーを作っている工場の田中ステンレスさんに来ました。図面データからレーザー切断用のプログラムを作る流れ。そういう作業から始まるんですね。すごい。こちらを材料から取っていきます。はい、すごい。少しずつめっちゃ曲がってますよね。はい、オッケーです。おー、はい、ぴったり。すごい職人技だ。細かく踏んでって R にします。めっちゃ丸。すごい。では社長お願いします。社長の出番だ。次は社長の登場です。はい、お願いします。はい、分かりました。次は何していただけるんですか。次は前の工程で、はい、この U の字に曲がったハーフパイプを、はいはいはい、このフリーベンダーって言うんですけど、はい、これでまたこういう R に曲げる。うん、想像つかないですけど、ま、ちょっとそれをこれから。一番難しいところは一番難しいところです。楽しみです。一番難しい担当です。どうやって曲げるんだろう。1回では曲がらないんで、もう何回もやっていこうという。です。微妙に曲がっているのが。どっちに曲がってるんですか。こっちから見たらもうちょっともう曲がってますね。曲がってますね。でも曲がってますよね。こうして。これ何往復ぐらいやるんですか。この R になるまでやから、うん、これも根気のいる作業です。丸いものをもうまた丸くするのがすごい大変な。これはね、あ、ちょっとあったんかな。あ、これが従来のやり方だったんですけど、ここに R をつけてほしいというお客さんの要望がありましたね。はいはいはい、今年初めてこういう新作です、これ。まだまだですか。まだまだですか。まだまだですね。でも結構近づいてきます。うん、はい、だんだん近づいてきたかな。これでいけるでしょう。できました。すごい。めっちゃ曲がりましたね。はい、すごっ。こんな硬いのが。これで次の工程いきます。前の工程で、はい、この R の R ダブル R ってこちら読んでるんですけど、はい、それを今度半分に、はい、半分に二分割する工程。どうやって切るんですか。こっちに台があるでしょ。あ、書いてあるんですか。もうちょうど切る境界線ちょうどずっとここにありますね。レーザー加工機、まあ、切断だけじゃなくてこういった毛書きっていう線も、入れれますね。このラインを今度このファイバーレーザーに記憶させまして、もうあとは自動で切断してくれるんで。そうなんですね。はい、溶接と切断ができる。両方できます。物が1個できるまで結構工程があります。すごいですよね。こんなに段階があるなんて思ってなかったですね。はい、今記憶してるんですか。大体、はい、記憶してるんで。
仮止めしてるんですか？仮止めです。すごいです。これでかなり仕上がっちゃうんです。この状態で。次はどのような方？溶接の後は次は磨きの工程ですね。磨き、はい、研磨ですね。お願いします、はい、これが透明になるんですか？そうです。なったらすごい。そういう作業から始まるんですね。はい、ご苦労さん。完成ですか？はい、完成しました。こんなに鏡になったんですか？もうすごすぎる。もう継ぎ目がわからないぐらい、ね、全くわからないです、はい、初めてこの商品を見て、はい、どう見ても1枚からできてるんじゃないかなって私思ってたんですけど、なんか3枚ぐらいからですね、全部つなぎ合わせて、はい、曲げるのも曲げて曲げてみたいな、曲げて、いや、こんなに時間と手間をかけて作られているものなんだっていうことがすごく分かりました。はいはい、結構手間かかります。本当ですよね。やっと完成しました。お疲れ様でした。イルカちゃんでハート、ラッセン風にパチンコのマリンちゃん、そう、違うんだけど、違うんですか？貴重な体験ができました。ありがとうございます。どうもありがとうございます。これからも頑張ってください。応援してます。ありがとうございます。じゃあ今日の動画はここまでになります。チャンネル登録やグッドボタンもよろしくお願いします。じゃあまたね、バイバーイ。バイバイ。